皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は静岡県の学校情報です。先日対面での学校説明会に参加してきました。その学校、沼津市にある東洋高等学校についてお話しします。この学校は大学入試の共通テストの会場にもなっています。そして入試においてはもう嘆願者だけで募集定員を超える人数の人、この人数の人たちが応募する超人気のある学校です。その理由は留学、海外留学に特化したコースがあるからだと私は思っています。では最初にコースの説明、次に入試についてお話しします。コース、一番人気は留学進学コースです。これアメリカ、カナダへの1年間の留学があるコースで、大学進学、これは英語力を武器に難関次第この合格を目指します。そしてもう一つの留学、国際進学コース、こちらはオーストラリアへの3ヶ月の留学があります。このコースも英語力を武器に難関次第合格、これを目指します。そして英数進学コースというのがあります。国公立大学合格を目指すコースで、大学受験の7科目これで授業を進めていきます。そして今年の春の合格率、国公立大合格、これは 75% でした。そして特別進学コースというのがあります。特別進学コースの中に S クラスというのがあるんですけれど、これ選抜クラスなんですけれど、このクラスは難関次第合格を目指す、そういうクラスで、なんと、今年4年生大学進学率 100% という素晴らしい記録を出しています。そしてさらにもう一つ、5番目のコースとして普通コース、これがあります。普通コースは進学から就職まで幅広いですね、学習を進めるコースです。では次に入試についてお話しします。入試の話に移ります。入試学力検査、これは令和4年の2月1日の火曜日です。科目は国語、社会、数学、理科、英語、この5教科で各教科50分のテスト、これが行われます。面接は翌日の2月2日の水曜日になります。集団面接で4人1組、これで行われます。ただし留学進学コース、このコースだけは3人1組になります。さらに付け加えると、留学進学コースとチャレンジの4、これに該当する人は英語の面接があります。じゃあチャレンジって何っていうと、この東洋高等学校さんにはチャレンジ制度というのがあります。これ嘆願者だけの制度なんですけれど、どういうものかというと、実はこの東洋高校さんのコースの中に自分が受けたいコースがあるんだけれどちょっと手が届かないね、もうちょっとなんだけど届かない、とこういう人のための制度です。手が届かないってどういうことかっていうと、内申点が少し足りないと、こういうことなんですよね。そういう人がこの制度を使えるんですけれど、まず受けるのは自分が、受けられるコースを受けて、そして併願のようにしてチャレンジ制度を利用して、申し込みます。自分が受けたいコースを申し込みます。そしてテストの結果、当日のテストの結果が良ければ、その希望コースへの合格が認められる、こういう制度です。まあ、簡単に言うと校内併願のような感じなんですけれど、普通校内併願というと、もしこっちのコースがダメだったらこっちのコースで合格という、自分が受けるコースは上だけれど、ここでダメだったら下のコースというのは一般的なんですけど、これはその逆で、自分が受けたいコースは上でも受けられるコースは下でも、当日テストが良かったら上のコース、希
希望のコースで合格できますよ、こういう制度です。ちょっと面白いですよね。今回は東洋高等学校さんについてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。